上様、やつが例の賊にございます。見ればわかる。太刀を持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ。あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だがたった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か。いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが、賊が偉そうに何を抜かすか。お前は下がっている。お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。お前も国を救うというなら、それに準ずる覚悟もあるのだろう。だが俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。Shoot!
あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤皇派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今は日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。これが上様、こんな賊の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に斬られるだけだ。もちろんお前もな。そんな。おう、くっちゃ済んだね、はじめちゃん。こっちももうすぐ済む。大数宝冠。この俺に徳川300年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え官職を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う。混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す。土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、
わしらもしかしてどえらいことやったんでちゃうか。さあただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。